はい、これから 94ML の X45 フルシールド、これを搭載しているものと搭載していないもの、これの振り比べをしていきたいと思います。いや、だいぶシャキッとしてて、投げやすい。これがフルシールド搭載していない方だったら、搭載してる方はどんだけすごいんだろうって思うぐらい投げやすいけど、適度な張りもあるし、ねじれてる感じもしないし、バットからの押し出しもしっかり出せてるし、変なだるさも感じない。これも曲げた感じ、曲げただけだと最初に投げた方と特段変わりはないですね。アクションさせるときはこっちの方がやりやすいですね。投げた後触れたロッド全体の収束が早い感じがするな。要はこっちの方が若干こうシャキッとしてる。バックハンドの時ってこっち側ウェイト乗せて投げに向かう時にブレやすいんですけど、それがないですね。こっちはなんかどっか一箇所で押し出してるって感じじゃなくて、ロッド全体でルアーを持ってってくれる感覚。ロッド自体のパワーはあるんだけど、ここまでは結構しっかりしてるんだけど、ここから先がすごいだるさを感じる。バックハンドの時にやっぱ回して投げると投げづらさが出てくる。でもつい自分がこうの自分の体がこの竿に合わせていってしまう自分がいるね。もう一本の方をちょっと試してみます。ああ、全然違う。やっぱここまでのウェイトを投げ比べると違うな。ティップ側の変なねじれが全然こっちはないね。明らかにこっちがフルシールドだ。はいはい、ここだね。この辺、この辺の変なねじれが全然ない。やっぱキャストの時に一番カーブがきつくなるところ、一番カーブがきつくなって、テイクバックから急に放出の角度が変わるタイミング、そこでやっぱ一番ブレが出やすいし、ロッドがねじれるんで、そこで違和感を感じるんだけど、こっちの方はそこの違和感がやっぱさっきの、ロッドに比べると全然ないですね。ちょっと雑な投げ方してもやっぱこっちの方がブレにくいんで、まあ、狙ったところにはこうキャストしやすいですね、こっちの方が。オーバーヘッドキャストだと風をね、正面から受けた時、やっぱこの時ってルアーも風の抵抗を受けるんで、すごいこうロッドが曲がってる時間が長いんですよ。その時にロッドがねじれたりブレたりすると、そんだけパワーロスにつながるんで、振り抜きのスピードが落ちるんですよね。
それはこっちのロットだと負けてない、負けてないし、ロット全体のつながりがいいんで、なんかこう極端なところがない、ちゃんと振ったら振った分だけルアーが飛んでくれる、そんな感覚。うん、すごいね、このウェイト投げ比べるとあからさまに違う。シーバスフィッシングって軽いものから重たいものまで、まあ、いろんなタイプのルアーを使うんですよね。でその時に振ったら振った分だけちゃんと飛んでくれる、でこの最新テクノロジー X45 フルシールド、これはかなりシーバスフィッシングにおいて強い武器になります。